今回の学び隊は県立美術館のコレクションを調査。君は宮崎県立美術館が収集している美術作品の数を知っておるかの？うん、想像つかないや。なんとおよそ4200点あるんじゃよ。たくさんあるけど、どんな作品があるの？そこで今回の学びはこちら。美の魅力満載、県立美術館のコレクションを調査。私が調べてきましたよ。ということで、年に4回コレクション展を開催している県立美術館へ。どんな作品に出会えるのでしょうか。コレクション展についてのお話を県立美術館の菊池さんに伺います。よろしくお願いいたします。よろしくお願いいたします。菊池さん、今回のコレクション展はどんな展示がなされているんでしょうか。はい、山本春挙やボナールなどの国内外の名品とともに、シューレアリスムの作家ロベルト・マッタを特集し紹介しています。また郷土作家による春をテーマにした展示や、生誕110年を迎える永久の作品を紹介しています。それではご案内いたします。お願いします。展示室にやってきました。こちらにはどんなものが展示されているんでしょうか。はい、展示室1では名品セレクション緻密な版画と題しまして、国内外の名品を展示するほかに国内作家の版画作品を紹介しております。この作品をご覧ください。はい、こちらの絵よく見てみると、すべて点で描かれているんですね。はい、これは点描画という技法を使って描かれています。フランスの画家ポール・シニャックのサントロペの松林という作品です。この特徴というのは、自然の光を論理的に科学的に表現しようとしました。どういうことですか。わかりやすく言うと、色彩あるいは構図をシニャックが意図的に作り上げて描いているということなんです。離れてみたり近づいてみたりすることで見え方が変わる、何度でも見たくなる絵ですね。こちらは展示室2ということで、宮崎県郷土作家あるいはゆかりのある作家を中心に展示しております。掛け軸に虹ですか。そうですね、珍しいですね。はい、山内多門という作家が書いた作品で、雨三代というタイトルがついております。趣のある表現が新境地として好評を博し、多門の代表作の一つになりました。両端の絵は雨が降っていて、真ん中の絵は雨が止んで虹が出ている。この3枚で一つの物語を自分で想像してみるのも美術の楽しみ方の一つですよね。こちらの作品なんですが、中澤博光の早春という作品です。はい、ここでいきなりクイズです。はい、中澤博光は当時紫派と言われる作家さんの一人なんですが、それはなぜでしょう。1番、紫という名前のリーダーがいたから。2番、影の色に青、紫を多く使っていたから。3番、中澤博光が紫の服が好きだったから。これはサービス問題ですね。2番の影に紫や青の色が使われているでしょ。はい、答えは2番です。これは自然の光の下で制作した外光派と呼ばれた画家たちの特徴です。この作品も春の訪れを思わせる柔らかな色彩で描かれています。こちらは宮崎を代表する永久ですね。はい、今回は永久の言葉というテーマで、様々な年代の永久の言葉や作品を展示しております。なぜ言葉も展示してあるんでしょうか。はい、その時代その時代の永久の芸術に対する言葉を理解していくことで、より一層深く鑑賞できるのではないかなと思っているからです。どんな心境で描いたか参考になるの。こちらは永久の秋の日曜日という作品です。この作品は永久が14歳に描いたものです。現存する永久の油絵では一番古いものです。晩年永久は美しいと感じたことをどう表現してよいか分からず、切なさだけが残ったと少年時代を振り返っています。
菊池さん、コレクション展の最後は彫刻ですね。そうですね、形へのアプローチというテーマで作家が表現した形に焦点を当てて展示しております。ではこちらの作品をご覧ください。この作品は何を形取ったものでしょうか。1番自然、2番大工道具、3番手の動き。この土に見えるから大工道具かな。この作品はタイトルにヒントが隠れていますよ。ボッチョーニの手の力線。菊池さん、ということは正解は3番です。手の動き、これはジャーコモ・バッラの作品です。バッラは速度や音など目に見えないものを視覚的に表現しました。友人であった画家のボッチョーニの手の動きを形にしています。どんな風に手を動かしていたのかという見方も面白いと思います。県立美術館のコレクションにはさまざまな美の魅力がありました。県立美術館は素敵な作品との素敵な出会いの場所なんだね。そうなんです。現在は県独自の緊急事態宣言の発令に伴い休館となっています。詳しくは県立美術館のホームページをご覧ください。続いては私の本のコーナーです。私の本、今回はサイトバル考古博物館の後藤清隆さんにお聞きします。私の本は川口拓さんのブッシュクラフト大人の野遊びマニュアルです。この本は実際に読んで体験する形の本になっています。私は古代生活体験館で仕事をしています。古代生活体験館では石器作りをしたり火起こしをしたりすることもできます。この本にはそういう昔から使われているようなアウトドアの知識がたくさん詰め込まれています。自然にもっと近くアウトドアの技術を高めることができました。現在サイトバル考古博物館では企画展1縄文の心を開催しています。縄文時代の人々が作った土偶や勾玉を展示していますので、彼らのその頃を作った時の気持ちなどを想像しながらご覧いただければと思います。本は知識だけでなく技術も教えてくれるんだね。そうだね。続いてはこちら。県教育委員会ではチーム学校で子どもを支える教育相談体制推進事業として電話やメールでの相談を受け付けております。電話相談はふれあいコールまたは24時間子ども SOS ダイヤルをご利用ください。電話番号はフリーダイヤル 0120-0-NAYAMI-IWO です。メールでの相談はネットいじめ目安箱をご利用ください。県教育委員会や教育研修センター教育ネットひむかのホームページからアクセスできます。いずれの相談窓口も24時間365日相談、匿名でも相談ができます。悩みを抱えている子どもさんや保護者の方は遠慮なくご相談ください。それではプレゼントコーナーです。今月は門川高校の皆さんが作った原木栽培の乾燥椎茸を10名様にプレゼント。 MRT アプリからの応募が便利です。今月のキーワードと番組の感想を書いてご覧の宛先までご応募ください。今月のキーワードは先生になろうじゃ。そして学びたい番組のおさらいは県動画ポータルサイトくすたみきチャンネルを見てね。それでは学びたい、また来週です。さようなら。